ということで、今回のね、フォーカラーズ、宮城農業高等学校和芸甲子園の道ということで、お送りしていきます。で、先生のねご配慮でおかげで、このコンペイトを実際に、世話をしている生徒さんからねお話を伺うことができました。ではね、そちらの様子どうぞ。生産に携わる、今の生徒さんからちょっとねお話を伺ってみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずですね、この出品にあたっての意気込みっていうかね、なんか思いがあればお願いしたいなと。はい、そう、私もそうなんですけど、私と一緒に今までお弁当を育ててきたみんなでたくさん愛情を注いで育ててきたので、もう全国一を目指して頑張りたいです。コンペイトとともに。ありがとうございます。すごいね、心強い言葉でございますね。ではね、次にちょっとねいろいろ、和牛のね、選考をなされているということで、まあこのコンペイト肉種として、まあ、全国一位にしたいと言ってたんですけども、日頃からそのこの出品にあたって使用管理で気をつけていたことなどをなんか話していただければ、ここが苦労したとか、特にここを頑張ったっていうのなんかありましたらよろしくお願いします。はい、まず餌をあげる高さを高くしたことと、あとは色量のもみ殻を普通よりも10センチにすることを日頃から意識して行ってきました。餌を上げる高さっていうのは普通の牛たちと同じように、その結構下の位置とかで上げてしまうと、コンペイトも体重が増えているので体に負担かかってしまったりして、また体もそうなんですけど、あと肉質にも悪影響を及ぼすと思ったので、餌を上げる高さを高くしました。でもみ殻は、まあ、先ほど言った通り体に負担をかけないようにという意味でもみ殻を多くしました。はい、ありがとうございます。餌の給餌方法の、工夫、それから、このね牛が、寝てくれる牛床のね工夫っていうのをまめにね、やられているなと思います。とてもね綺麗な環境で飼われていて、牛もこれならね、幸せだろうなと思いますね。はい、ではですね、ちょっと聞いてみたいのが、やっぱりね高校生という、若い、方がこういうふうに牛の世話をしながら、なおさらねこの牛の出品を目指しているんですけども、今後ね高校卒業したり、こういう経験を経てどっかなんか新たに考え始めた夢とかなんかってありますか？そうですね、コンペイトの世話をしているうちに、その和牛農家になりたいっていう思いが強くなりました。おお、すごいですね。皆さん、和牛農家一、人増えましたよ、女性のね若いね。やはりそれっていうのはこのやっぱ和牛の魅力だったり、まあ、この世話をする中でこの可愛さだったりっていうのはやっぱどんなところにやっぱ惹かれてそういう感じに思いました？まずその見た目の可愛さはもちろんなんですけど、何ですかね、その中身、和牛の性格それぞれ違うので、一頭一頭の性格とかを知った時に、あ、もっと何かしてあげたいって思うようになったりとか、あとはその和牛って乳牛とは違って、お肉になるために生まれてくるじゃないですか、なのでその乳牛よりもやっぱ生きる時間も短いので、その短い間で私はその和牛一頭一頭に少しでも幸せだなって思ってもらえるように飼育 したいなって思うようになりました。あとは A5 ランクの高級の和牛を作りたいと考えています。はい、ありがとうございます。素晴らしい考えですね。自分が高校の時はそんなことなんて一切考えてませんでしたので大変素晴らしい。やっぱりねこういうね高校時代に貴重な体験をすることで、やはりこの今後のね、
自分が進みたい道だったりいろんな、考えのに影響コンペイトンが多分ね与えてくれたと思いますね。まずはですね 今月の21日に行われる、和牛の甲子園、ぜひねコンペイトンとともに、頑張っていただければと思います。はい、頑張ります。今回はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。素晴らしいね、意見を持って、このね、無視ならずなおさら将来の夢を見据えてこの和牛の世界に飛び込みたいというね、素晴らしいね考えをお持ちだなと思いました。まずね、自分がね虫けらみたいに見えてくるのがね悲しいですけどね、まずね、コンペイトンこんな感じでいい生徒さん、それから、いいね、環境で育っております。ぜひですね、1月21日の、もあもなくね、ちょっと残念ですけど屠殺されたんで、まあ、これもね、やはり畜産をやっていく中でのもちろん生徒たちも自覚していることですし、私たち、生産農家にとっては当たり前だったり、これをやっぱねお金にしている以上、命をいただく以上ね、しっかり成績を残してくれればなと思っております。で、今回はね、宮城県農業高等学校の協力を得まして、和牛甲子園の道ということでお送りいたしました。ぜひですね、次結果報告の方していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。気に入りましたらチャンネル登録、それからもし宮野に入ってみたいって方がありましたら、宮城県農業高等学校って検索していただければね、皆さんの進路に携わってくるところもあると思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、今回は宮城県農業高等学校から卒業生の橋本がお送りいたしました。ありがとうございました。頑張れコンペイトン。